とどろきたかお、ハイデガーの朝政治、赤書店2020年。ハイデガーとナチスの問題とか、政治と哲学の問題に興味ある人は必読書。この問題はね、ハイデガーのアキレス券ですよ。まあ、読書のきっかけなんですけれども、赤書店でね、この本の担当が草壁クレスの編集さんと同じなんですよ。芝村さんって言うんですけど、草壁クレスとか、 池田義明退郎。まあ福岡慎一さんとの対談みたいなやつね。この柴村さんっていう人がね、担当する本って面白くて外れないのよ。哲学のね、本当にこう、美味しいところ。学術研究とかアカデミズムの主流ではないんだけれども、別の知性のあり方っていうところにね、柴村さんもね、感度が良くてね、これがきっかけで買ってみました。全体としての感想はまず、かなり専門的な話題です。 ハイデガーとナチスの問題をクロノートっていうね、新資料に基づいてこう徹底的に解明するっていう感じでして、だからすごい絞ったテーマなんですよね。だけれども、ハイデガーの全体の入門というかね、重要トピックがまとめられていて勉強にもなるんですよ。前半の方はそのクロノートでナチスの問題。で、後半の方はこう技術論とか環境論とか、 そういう問題についてハイデガーどう考えてたかっていうその後期ハイデガーの解説にもなってるっていう何よりさでも、まあ、ナチスとの関わりっていう悪名高いハイデガーのイメージについて明快に問題点を整理してるんですよねだからこれはハイデガーとナチスの問題を考えるときには必読書というか およそ哲学が政治にもたらす力とか影響を考えるときに、この問題避けて通れないよねって。ハイデガーとナチスの問題って、もう20世紀最大のこう哲学と政治のスキャンダルっていう感じなんだから、触れないわけにはいかないっていう話でね、そういうのに興味ある人は。それに加えて、もっと言えば、この本書で轟先生が主張しているのは、ナチズム問題を解明してこそ、ハイデガー哲学の全体的な理解が可能になるっていう。 この強い主張。これが本書の基本的な主張なんだよね。で、このクロノートっていうのは2014年に刊行されたらしいんだよね。ついにナチズム問題をしっかりと検討できる環境が整った。なのでやりますっていうのが本書なんですよ。そして少なくとも日本で唯一の書です。マジで類書がないっていう、この問題について。なのですごい貴重。それがたったの1800円でびっくりするでしょ。 研究所では完全に。5000円超えの学術書でもおかしくない。ページも376ページもあります。どんだけ赤書店さん出血大サービスしてるんですかこの値段なだけで買うべき理由になるよね。電子書籍でもありますし。でね、もう本当内容的にもハイデガーの、まあ、電気なのかっていうくらい資料を丹念に調べてるんですよね。資料に基づいた語りっていうのを徹底してて。 はじめに資料ありきっていう、そういうスタンスだから、ハイデガーの言葉って普通に出版されてるのもともかく、黒ノートなんてのは覚書とかメモみたいなもんだから、もうそのメモとかでももう何言ってるかわかんねえっていう難しすぎてて、相変わらずだから言葉遣いが難しいんですよね。まあ、その辺を要するにこういうことだって説明したりとか、まあ、他にも似たようなことを言ってる資料を引っ張ってきてる。 くくれれるっていう、まあ、至りり尽くせりな内容で面白かったところに入るんですけれども基本的な本書の立場ですね、まあ、いわゆる擁護というかねハイデガーとナチスの関わりを擁護する立場って言えるんですね確かに関わってはいたけどそれには深い哲学的な理由があってのことだっていう感じ簡単に前提を一つだけ言うとハイデガーってのはナチスの政権下でフライブルク大学っていう 大学の学の長をやってるんですよ国立大学らしくて、まあ、東大とか京大みたいなもんだと思うね。それを、こう、1年間だけやって、挫折したのか、やめて、それからナチス批判を始めるっていう感じなんだよね。ナチス政権下で学長をやってたっていうのが、まず大問題。で、それでその後やめるんだけど、それが結局、変説したのかってことね。転校とか変説したのか。 っていう問題だけど、まあ本書で轟先生は、これは別に変説ではないし、基本的にハイデガーの哲学として一貫しているんだと。大学の学長になったのも、学長を辞めてナチス批判を始めるのも、もう一貫した政治哲学のもとでやっているっていうのが本書の主張なのね。まあこれ、えー、信じられないって意見もあるし、反論もたくさんあるだろう。そういう問題なわけです。だけど、とにかくこの主張を論証するっていうのが本書の試みなんだよね。 だから用語といえば用語だよね。つまりさ、とにかくナチスと関わったから悪いっていうさ、まあ立場もまあ普通にあるわけだよね。それに比べたら相対的にもうちょっと考える余地があるよっていう意味では用語になるってくらいかな。まあそれに加えてナチス問題抜きにハイデガーを語るなんてことはハイデガーの哲学とちゃんと向き合わない態度だっていうふうにまあ断言してるわけだよね。 まあこれはね、鉄人政治の話を抜きにしたプラトンみたいなもんかもしれないから、まあその辺のオンション内容、まあごく簡単に紹介していくんだけど、要するにその一貫した政治哲学っていうのがこのタイトルにもある超政治ってやつなんでねで。超政治ってなんだよ。ドイツ語だとメタポリティックっていうらしいんだよね。メタっていうのは刑事上学、メタフィジクスのメタ。で、メタってのは何々の後にとか、何々を超えてっていう意味があるので、まあ、既存の哲学や学問にとって変わるものとか、 新たな哲学や学問のあり方それが政治的なもんであるっていうなんかそういうような考えをハイデガーが持ってたらしくてだから刑事上学プラス政治超政治としての刑事上学なんていうふうにも言われてるらしいんだよねつまり普通の意味での政治的なものを意味しない から超政治ハイデガーの政治性つまりナチズムへの参加と離脱っていうのはハイデガー哲学の最大の問題である存在の問いと一体のものだっていうのが轟先生の解説だから政治性やナチズムの問題抜きにハイデガーの存在の哲,哲学を語ることは最初からハイデガーの哲学的問題意識の一部をなかったことにして隠蔽することにして考えてる。だかかから全体の像なんかかるわけなんわわるけいいっていうのが 最初の主張なんですねこういう感じに「超政治」っていうキーワードに注目してハイデガーの中での政治と哲学の一体性っていうのをこう見ていくっていうのが本書なわけですでも自由主義でなければナチにつながる全体主義なのかっていうそういう二者択一なのかっていうとそうではないハイデガーは自由主義も全体主義も同じ地平に過ぎないって考えて両者を超える第三の在り方を模索した。 それが調整し本当にざっくりとしか紹介できないから、この辺はぜひ読んでほしいって感じだけど、まあ興味を持ってもらえればって感じなんだけどね。でもまあハイデガーは反ユダヤ主義じゃないか。その証拠が黒ノートってやつで明らかになったんじゃないのかって話でもあるんだよね。黒ノートにはもうなんか反ユダヤみたいなことがまあいっぱい書いてあるのね。それをまあちゃんと検討しようってのが本書なんだから、ナチズムの反ユダヤとハイデガーの反ユダヤっていうのは言葉こそ似ている。 あるいは同じだけれども内容は違うっていうことを強調してるんだよね。つまりハイデガーの中にはそのナチズム的な反ユダヤを容認するような言論っていうのはなくてむしろナチズムこそユダヤ的なものである。 反ユダヤを掲げるナチズムこそ、実はユダヤ的なんだっていう風なことを言ってるらしいんだよね。この辺をきちっと論じてるのが本書なんだけど、まあ、順々に紹介してるのはもうここまでだけでも結構大変だから、シンプルな整理だけしておくと、ナチスの反ユダヤとハイデガーの反ユダヤ、どう違うかっていうと、ナチスの反ユダヤの内容っていうのは、まあ要するに人種主義、人種差別ってところね。ハイデガーの反ユダヤ。 っていうものの内容は、西洋刑事条学批判。いやまあ、これだけじゃさ、何言ってるか分かんないし、何の説明にもなってないんだけど、ともかくハイデガーっていうのは、西洋刑事条学全体をユダヤ的なものって呼んでるっていう。あこれはね、草壁クレスとかの30項とか読んだことある人だったら、まあなんとなくピンとくるかなって思うんだけれども、要するに、ハイデガーのユダヤ的なものっていうのは、特定の人種を指してるわけじゃないんだよね。 ナチスの思想もむしろハイデガーに言わせればユダヤ的なものであるっていうそういう逆説とか皮肉がハイデガーの反ユダヤって言われるもんないよこれね、だから言い方めちゃくちゃ悪いんですよね。暗発を受けても仕方ないし、まあ、誤解を受けても仕方ない。その点は間違いなくハイデガーに責任あるんだけど、ハイデガーの反ユダヤはナチスの反ユダヤを援護するためであるとか、御用学者であるっていうような理解は明確に誤りだ。 ってことを、まあ本書は主張してる。どう読むかって読むところのポイントは、つまりハイデガーにおける反ユダヤがどういう内容なのか、それを理解することが、 まず一番に抑えるべきポイントだと思います。それがまあ一応面白かったところって感じですね。で、悪いところというか疑問点。まあさっきも言ったように言い方が悪すぎて差別主義者だって思われても仕方がないっていうのはまあ、それは認めると思うんですよ。誰だって。これを誤解だっていうふうに説明する仕方もあるんだけど、どうしてじゃあそんな書き方をするのっていうところだよね。わざわざそういう誤解を招くような言い方をする必然性が分かんない。この本の中ではね、その黒ノートってのはそもそも公開糸がなくてメモ的なものだったからっていう説明も一応あるんだけど、それ これにしたってこんな言い方をさ、メモでもやる。 っていうのが問題だって話なんだよね。だからさ、そもそもそういう気がなかったらメモだってそういう言葉遣いにならないってことだよね。どうしてナチズムと同じような反ユダヤ、差別的言動ってを受け取られない書き方をハイデガーがしたのかっていうところが究明。これも必要なんじゃないかなと思うんだ明快に多分本書でそれをやってたとは見逃してたら申し訳ないんですけど、やってなかったと思うな。で、これってハイデガー的なその知性の問題点とか本質っていうところにも関わるんですよね。つまり、 ハイデガーっていうのは、もうみんなご存知の通り、やたら難しい言い回しをするとで。しかも哲学は物事を難しく考えるものなんですなんて堂々と講義で言ってたりしてさ。まああんまり、だから性格は良くないっていう。<laughs> ある意味ね。<laughs> でまあこれ、ヘラクレイトスともちょっと似たところがあるっていうかさ、わざと難しい言い方してる的なね。 この辺がまあ、説動画の何坪ヘラクレイトスでは中心テーマになったんだけど、なんでわざわざ信玄なんていうややこしい書き方すんのって。で、それはヘラクレイトスの意図は何時自身を知れという点にあるっていう結論に至って、まあ詳しくはそっちの動画何坪ヘラクレイトスって動画を見てくれればいいんだけれども、この辺りのハイデガーはなんでそもそもそんな書き方をしたのかって問題は、特にナチズムとの関係においてはめちゃくちゃ重要な問題になってくると思うので、ここの、 救命っっっててていいうのは是非やほしいってところですかね加えてね、このハイデガーの罪っていうところなんですけど、ま,あ、まず、さっきも言ったように、本書の姿勢っていうのは基本的にハイデガー擁護なわけですよね。反ユダヤっていう内容が別のものだっていうことで、それはそれで正しいと思うんだけども、だからといってハイデガーが免罪になるわけではないんですよ。で、この免罪っていう意味は、まあ、要するに普通はナチスに協力してる時点で悪で、責任があって有罪だっていう意味なんだけど、俺が言ってる免罪っていうのはそういう意味じゃないって。 ここちょっとよく聞いてほしいんだけど、俺がハイデガーに罪があるって思う点は、まあ、一言で言うと、現実をちゃんと見なかったんじゃないかっていう権威つまり、まあさっきも言ったけど、ハイデガーフライブルク大学の学長になったわけですよ。東大、京大みたいなところ。でそこで自分の考えた調整時とかさ、真の学問とか真の教育みたいなことをやろうとしたわけですよね。それで1年で挫折して辞めちゃうんだよね。 学生に失望するかなんかで。まあこれは無理だ。全然俺の言ってることを理解できないで。俺はね、ここにこそハイデガーの罪があると思ってるんですよ。学生に失望するとかさ、そんなことさ、最初から分かりきってるわけじゃん。みんな自分のさ、考えがさ、そんな容易に伝わると思ってんのかって話じゃん。<laughs> 哲学は難しくするものであるとか言ってんだからさ、そう簡単には伝わらねえって思うのが普通じゃん。それでさ、 たった一年でさ、やめちまうぐらいだったら最初からやるんじゃねえよってさ、<laughs> そういうふうに俺感じたわけだよね。もう夢見させるようなこと言うなって、もうスラムダンク状態になっちゃうわけですよ。これあえて言うけど、ナチスに協力したのが有罪なんじゃない。ナチスに協力してまでやり遂げなければならないと思ったことをたった一年で放棄したのが俺はハイレガーの最大の罪だと思ってる。 学生っていう若者を現実に動かす力が持てなかったことそれがハイデガーの責任学生たちを説得するという知性がハイデガーにはなかったっていうことだからこそハイデガー的な知性や物の語り方の根本的な是非っていうところがハイデガーとナチズムを考える上で重要になるんじゃないかって言ったつまりこんな語り方じゃそんな知が力を持つなんてことはありえないってこと そこの自覚がハイデガーは甘かった。甘すぎたんじゃないのか。スーパー言いたい放題暴言感想文って感じなんだけど、どうでしょうね、轟先生と <laughs> 多分これがハイデガーと政治の根本的な問題点の一つなんじゃないかなって思ったんですけれども、どうかなって。ハイデガーはもう確かに世界と戦っていた。で、破れて。その理由は、ハイデガーは世界が俺に無理解だっていうふうに考えた節があるんじゃないか。俺のせいじゃなくて世界が俺を理解しないからだって考えた節があるんじゃないですか。 だってその後はなんかさ、田舎に引きこもってさ、アレマンっていうなんか地元らしいんだけど、そこのなんか方言のようなものでものを書いてたとかさ、言われているようなあたりさ、なんかこう世界への恨みのようなものを感じるわけだよね。だけど、ハイデガーの知性の、つまりハイデガーの語り方の無力さにこそ問題点があったんじゃないのかって。学生も説得できなければ、同僚も説得できなかった。学長っていう立場でね。で、それをまだ早すぎたっていうふうに言ったわけよ。 挫折したとき、辞めたときに、私の考えをみんなが理解してもらうのはまだ早すぎたって言ってんの。あたかも他人のせいにするかのような言いぶりですよね。どこまで他人を馬鹿にしてるんだ俺たちを分からせようと思って分からせることができなかったら、まだ早すぎたと。馬鹿にするなって話ですよ。まだ早すぎたとか言ってね、現実を見据えることを放棄したのは、俺たちじゃなくてハイレガーなんじゃないのっていう。 そこに俺はハイデガーの問題点っていうのを見ていると。そういうふうに思っちゃいましたけど、どうでしょう <laughs> ということで結論なんですけれども、読み方ですね。本当に貴重な仕事だっていう本書。そことまず理解すべきですよね。冒頭でも説明したと思いますけど、類書がないので。もし本書のスタンスが正当だったら、まあ以降のハイデガー研究ではね、政治性を無視した解釈などほとんど無価値になりかねないっていう、そういうインパクトがある本なわけですよ。インパクトが強い分、反動も大きい、センシティブな話題だと思うんですよね。 ま、後書きによるとさ、本家本国のドイツでは、クロノートの観光とともにね、ハイデガーの価値とか評価っていうのは急落してるらしいんですよね。あのマルクス・ガブリエルってあの有名な哲学者も、ハイデガーを読むのはなんかやめなさいというふうに断言してるんだよね。その理由はもちろんハイデガーの反ユダヤにあり、ナチズムとの関わりを容易に連想させるからなわけですよ。 まあ全体主義の克服っていう本でマルクス・ガブリエルそう言ってるんだけど、結局だからそういう反ユダヤっていうことは、轟先生は違うっていうふうにきちっと言ってるんだけども、まあ当然マルクス・ガブリエルレベルの哲学者であっても、こういうふうにやっちゃうってことなわけだよね。それを単に、いや誤解ですよ。 っていうだけではまあすまねえって話だよね <laughs> で。でその責任の根本がハイデガーの語り方にあるんじゃないんですか。はいはいそんなところで合わせて読みたい本で、あちょっと一番下がちょっと半分切れちゃってて申し訳ないんですけど流血ううに詰め込んだから。ままずは現代思想のこの黒ノートって2018年のやつですね。まあ電子書籍ではまだあっていや実は僕もこれは まだ読んでないんですけれども、黒ノートについてとか、より詳しくとか、あとは、まあ、その黒ノートとか、ナチズムの問題について、他のね、轟先生以外の人の考えも見てみたいっていう人は、多分これが一番いいんじゃないかなと。で、あとは、ハイデガーの入門書として、まあ、何冊か読んだ中で、この細川良一さん、ハイデガー入門、ちくま新書2001年って、まあ、20年も前の本だけども、最近読んですごい一番良かったなって思える。 本だから、うん、これをお勧めしておきます。プラトンアリストテレスの話が結構出てきて、うん、そこの基礎知識があるとすごい楽しめるんだけれども、ハイデガーについて独特な考え、あとウィトゲンシュタインとの関係とか、もうなんかすごい面白い話題がすごい論じられてるから、うん、ぜひぜひ、ちょっと入門っていうにはちょっと難しいんだけども、挑戦してほしいなと思います。今回は。 トドロキ・タカオ・ハイデガーの調整時、明石書店2020年を紹介しました。政治と哲学っていう話題に興味ある人。あるいは、まあ、後期ハイデガーのね、万人目もしたいっていうような人たちにおすすめです。ごきげんようさよなら。